花散るさと藤原定家自筆本源氏物語とは、藤原定家により書者された、源氏物語の写本のこと、定家自筆本などとも呼ばれる。藤原定家は、様々な古典を書者し、本文を整えたことが知られており、源氏物語についても、写本を作成したことが定家の日記、赤月記などの記述によって知られる。室町時代半ば以降主流となった青表紙本と呼ばれる。 本文系統の相本にあたるものである。川会場では、定家教本、光源氏物語本寺では、京国中納言本と呼ばれている。定家の子孫は、定家の孫の時代に三つに分裂し、財政的な面での基盤である領地と共に家業である。和歌、古典の家であるための基盤である貴重な古社本類も、奪い合いになった。冷静家と近かった。 京極ため金は、定価自筆の、源氏物語は、定家の子、藤原ため家の時代に失われたとしているが、霊勢家と対立した二条家の二条ため世が、遠京両京を訴えい陳情に収められた陳情で、述べるところによれば、青表紙、源氏物語一部が存在しており、おそらくは、霊勢家の関係者が持っているのだろうとしている。その後、 中世末期まではバラバラではあるもののそれなりに現存したと見られているが、現在では、花散る里、行行、柏木、沢ラビ、のわけ、若紫の六条についてのみ、低価自筆とされる写本が現存している。定価の日記である、赤月期には、源氏物語の著者に関して何箇所かの記事が存在する。この写本が、どのような写本を著者したものであるのかは全く、 不明である。陛下の父、藤原春税の所持本を元にした可能性を指摘されることがあるが、定家は、もともと家には、小本と呼びうる、源氏物語の本があったが、研究年間に、それを盗まれた。それ以後軽く元年まで定家の小本とすべき根本は、なかった。と述べており、また注釈書に惹かれている春税本の本文とこの、定家本の本文は異なっている。 また、元となったただ一つの写本を忠実に写し取ったのか、それとも、複数の写本を比較したり、何らかの考察を加えて、工程を施したのかについても、かつては定価が選んだただ一つの写本を忠実に写し取ったと考えられていたが、土佐日記など定価の他の古典の著者に対する態度との比較や自筆ホームオークイルに含まれる本文に対して、交換の跡が見られることなどから現在では、 金ないなどを中心にある程度の手が加わっているとする見方が有力である。池田機関は青表紙本の素本たるこの低下自筆本の外形的な特徴をより多く維持している写本ほど本文の質についても青表紙本としての本文をよりよく維持しているとして低下自筆本の特徴として以下のような点を挙げそれを様々な写本について検討した結果 定価自筆本を除けば、大島本を最も良質な青表紙本の写本、池田本をそれに次ぐ地位にある写本であるとし、この結果、定価自筆本大島本、池田本の順位で、それぞれ行為源氏物語及び、源氏物語体制行為編の定本に採用した。縦7寸2分五輪、横4寸7分の古長層であること。原表紙は、無色無地の厚用鳥の子色であること。 中央に薪名を記した仮の小紙片が貼り付けられていること。両紙は強靭な構造紙であること。行数、字詰めは一定ではないこと。和歌は別行にした上で一内紙二字下げて書いてあること。宮中は本文中に付箋、画点、書筆記入によって示していること。句頭点、当点などは全く書き加えられていないこと。巻末に刊物があること。 ただしこれらの点についてはのように当てはまらない事例も存在する。写本の外形的な性質と本文の質を結びつけることについては、安倍昭夫等から本文の質の善悪の判断は、あくまで本文そのものの質を比較した結果をもとにするべきであって、本文の質を比較した結果外形的な特徴が多く共通している写本がより良質の本文を、 保持しているという結論が出たのならともかくそのような調査も比較検討もなしに、写本の外形的な性質と本文の質を結びつけるというのは考察の順序が逆ではないか、といった批判を受けるようになっている。現在、藤原定家自らが筆を取ったとされる、源氏物語の写本として、花散る里、行行、柏木、沢並木、のわけ、若紫の六条の実が、 断片的に現存しているが、その多くは様々な問題を含んでいるために、低価室としては扱われないこともある。定価による、源氏物語の注釈書、奥入りは、もともとは、この定価自筆本の各館の巻末に書き付けられていた、注釈を切り取って一冊の独立した注釈書に仕立てたものである。定価自筆の奥入りが一部現存している。この自筆本奥入りには、 奥入りの成立の事情をそのまま反映した形で、各巻巻末の本文が切り取られたままに残っているために、これも一つの低下自筆本源寺物語と見ることができる。上記の現存する巻以外に、桐壺、母木に、花園、葵、若の下、橋姫については、室町時代中期内始末期までは、低下自筆本が存在したらしい痕跡が存在する。また、 キリツボ、母金木、花園、若菜上下、柏木、橋姫、浮船については、定価の自筆本を、字型、字詰め、行数から、見せケチ等の工程の後まで全てそのまま移したと、されている、東海大学図書館東園文庫所像、名優林茂本が存在するためこの時期までは、林茂本の元となった、定価自筆本が存在したと考えられる。 1978年に、野分けの永印本と、花散るさと、柏木の複製本が交換されていたが、2018年に、行行、沢並の永印本が刊行されたことで、40年を経て、低価自質本五感すべての刊行がなされることとなった。ありがとうございます。